バシデです。ということでございまして、今日はですね、エイブルトンライブ12に新登場したパックの中から一つ音源を紹介したいなというふうに思います。その名もですね、Lost and Found というね、音源でございまして、こちらはですね、ライブの12スイートを、購入した方に付属して付いてくる音源なんですが、非常にユニークなね、表現ができている音源かなというふうに思いまして、今日は僕のね、YouTube の方で紹介していこうと思います。それでは、ごゆっくりお楽しみください。行ってみましょう。Check it out! それではですね、Ableton Live の公式のページの方に来ております。Lost and Found が紹介されておりますので、内容を読み上げたいと思います。Lost and Found 制作 Ableton。効果音のレコーディング、DIY 楽器、ユニークなパーカッシブサウンドが特徴の Lost and Found は作品に個性を吹き込むためにデザインされていますというふうに紹介されてますね。で、例によってですね、エブルトンさんがアップロードしたと思われる曲がですね、サウンドクラウドの方で聴けるようになってますので、こちらで音源をね、チェックしてみて、Lost and Found のね、内容を知るっていうことがいいんじゃないかなというふうに思います。冒頭でね、僕が流した音源もこの中に含まれております。後ほどライブ上でね、中身見ていこうと思いますので、この後じっくりやっていきます。でですね、ダウンロードの内容としましては、こちらにボタンがありまして、まあサイズとしてはね、インストールサイズが 2.67GB、ダウンロードサイズが 1080.4MB。要件としては、ライブ12スイート、バージョン 12.0 以降が必要ですよ、というふうに、ね、なっております。はい、で続きを読み上げていきますが、 Lost and Found は家庭用品やフリーマーケットで見つけた物品、身の回りの有機的な素材など日常の予期せぬ音源をインスピレーションとしています。コレクション内を深掘りしてみると、追加したいサウンドがすぐに見つかるでしょう。例えばリバーブのあるサウンドスケープを作成するために、繊細なワイングラスを使用したり、古いオルゴールのノスタルジックな音をピッチダウンしてベースリードとして再利用しました。シンセパッドに深みを加える歯切れの良い金属製の木琴もあります。ゴールにとらわれずに厳選されたサウンドライブラリーを探索する単純な楽しみに浸ってみることもできます。 Lost and Found には DIY プラスチックギター、カズー、ミッドセンチュリースタイルのカプリフォンオルガンなど、さまざまな珍しい音色を持つ28の楽器が含まれています。また7つのドラムラックにはスチール製の水筒、アナログ時計、水中に沈んだ物体などのテクスチャーを含むパーカッシブなサウンドが多数収録されており、クリエイティブなプロセスを開始するのに役立つマクロバリエーションも用意されています。従来の楽器では再現することができなかったような予期せぬメロディーやハーモニー、パターンがすぐに生まれることでしょうというね、内容ですね。そして実際に収録されている内容がこちら。マルチサンプリングされたオルゴール、メロディカ、メタル、シロフォンなどの28種類のインストゥルメント、数十のマクロバリエーションを含む7つのドラムラック、水中テクスチャー、ボタン音、打楽器的な家庭用品など数百ものサンプル、こちらがね、収録の内容となっております。はい、それではね、この後 Lost and Found をね、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、それではですね、ライブの方に来ましてですね、Lost and Found 中身を見ていこうと思います。 Lost and Found をまずね、開くとですね、こちらね、あ、ちなみに Lost and Found はこのパックね、パックの商品なので、パックの中にあります。はい。だいたい L。上からね、ABC に並んでますんで、L のところで、Lost and Found でもいいですし、上のね、検索エンジンのところで、Lost and Found とね、まあ、LO とかで、だいたい出てくるかなと思うんですけども、検索していただければと思います。で、まずね、Lost and Found、このね、左の三角ボタンを押すと、デモというのが出てきますね。そのデモのうちの2つのうちの1つ。が、先ほど冒頭で流した曲なんですが、これ2つともおそらくさっきのね、サウンドクラウドに入ってると思います。1の方はね、入ってるのを確認しました。はい。で、デモが聴けるよと。で、デモの中の細かいね、ここをね、また三角を押すと、いろいろとね、こう一つ一つクリップとしてね、フォルダーとしてというか分かれてますね、細かくね。はい。で、ちょっとこの細かなところまではちょっと今日は紹介しきれないかもしれませんけども、ちょっと見ていきましょうね。はい。
ではではちょっと聞いてみましょう。こんな感じで紹介されているデモですね。ロスト&ファウンドデモセット01ってやつですけれどもね。はい。で、今ね、バーッとこう開いてみたんですけども、この曲はですね、ちなみにこのセッションビューの方でもね、こうやってクリップでね、分かれてますんで、この辺でね。まあ、イントロですとか、イントロ2とかね。こういった感じでね、クリップでシーンごとに分かれてますんで、まあ、どういうふうに組み立てられてんのかなっていうのをチェックしたりもできますね。はい。それから、こういった、さっきメインのね、これはマスタリングしたところですかね。こういったビートリピートとか、マスターコンプ、それからブライトディーザーとかね、この辺の、あと EQ8 ですか。この辺のですね、アートリミッターね。まあ、マスタリングどういうふうにね、おそらくこれプロの方が作ってるとは思うんですけども、どういうふうにね、音源調整とかね、音量の調整とかね、音圧の調整とかしてんのかなっていうのもね、ここでね、チェックすることができるので、まあ技を盗むというかね、そういったこともできるんじゃないかなというふうに思いますね。あとこの MIDI のクリップもね、どういうふうに、これはドラムかな、ドラム叩いてんのかなとかね、こうやって、参考にすることができるので非常に有効的なねデモ音源なんじゃないかなというふうに思います。ちなみにもう一個入ってますので、こちらの方もねぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではね、簡単ではございましたが、ちょっとねデモを紹介してみました。ではですね、ちょっと新規ライブセットを開いてですね、はい、新規ライブセットを開いてちょっとデモを畳んでですね、ドラムラックとかね、インストゥルメントとか MIDI とかサンプルユーティリティってこういう風にファイル分けされておりまして、で、こちらドラムラックですね、ドラムラックの方にもさらに、MP とかね、ちょっと待ってよ、ドラムラックの中に MP バスタブとかね、リサイクルビンとかね、スイヤーセワードラムスっていうものかな、ごめんなさい、ちょっと読み方違ってたら申し訳ない、スパークルキットとか、これ多分さっきのワインのやつなのかなって思いますけど、ちょっとどんな感じか覗いてみましょうかね。はい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 、あとトイヒッツ、なんかおもちゃの音かな。はい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 、あとウォーターボトルキット。はい。日常品を、収録してね、作り上げた音源なのかなというふうに思いますけどね。じゃあちょっとこの辺の、なんか一個読み込んでみましょうかね。
はい、今プッシュ叩いてますけど、こんな感じでね、ドラムラック入ってますよっていうのをちょっと今紹介したかったです。はい、ではでは、インストルメンツ、プレイフリーウィステスって読むのかな、ちょっと読み方がごめんなさい、今ちょっと正しく読めてないと思いますけど、まあ、パルクドアイテムスとかストラグトゥギャザーとかね、なんかいろいろ入ってます。じゃあロストキーズなんか見てみましょう。はいはいはい、こんな感じのね、こうですね。そしてちょっとこれ一個読み込んでみましょうかね。みたいなことが表現できます。はい。まあ、非常に適当にやってますが、すいません。こんな感じの音が出ますよっていうのを、ご視聴者の皆様に聞いていただければ嬉しいです。はい。で、ちょっとね、全部紹介するのは難しいところではあるんですが、次、インストルメントの次、ミディクリップスっていうとこ行ってみましょうね。これはドラムのね、はい、こんな感じでね、非常に多くの、まあ、ほぼほぼプリセットと呼んでもいいんでしょうけども、このね、もう組まれた、ミディで組まれたね、音源が入ってますと。で、なんか適当になんか入れてみましょうか。これにしてみよう。はい。ちょっと適当にね、やってみますけど。はい、今まあ非常に簡単ではありますが演奏してみました。こういう感じのね、まあ、表現ができますよってことですね。それからこれはトゥナル、もう完全に曲としてねできてる感じ。これちょっとキーとか多分合わないと思うけど、どうなんだろう、一瞬入れてみたい。
はいはいはい。なんかなんとなく合っちゃいましたね、今ね。ちょっと細かいキーとか、何も今考えてないんで入れたので、ちょっとごめんなさい。そういったところを今チェックしてないですけど、まあ、こういうね、音が入ってるよと。おもろいですね。で、それからこのサンプルズも見てみましょう。サンプルズは何が入ってんのかなと。こういうね、単音、ショット音っていうかな。こういうのが入ってるのね。ショット音だったら、まあ、ボタンとか。この辺をちょっとなんか入れてみましょうかね。こんな感じで入れて、はい、今ちょっとボタン音っていうのを適当に配置してみましたけど、はい、いいっすね。はいはいはい。まあ、こういう感じのね、音源が入って、ユーティリティちょっと聞いてない。これだけ、これは MAX4 ライブか？これは。これなんだろうね。これわからんぞ。はい、それではね、このユーティリティの中に入ってる 4X フェイドっていうのはね、ごめんなさい、ちょっとここはね、僕もまだ触ってなくて、どういうふうに使うかっていうのが分かってないので、それは分かり次第、また、ご紹介できれば、タイミングが合えばね、紹介したいと思いますが、ロースト&ファウンドはね、大体こんな感じの表現ができます。はい、すべてをね、ちょっと見ることはできなかったんですけども、なんとなくね、お分かりいただけたかなというふうに思います。元になってる音はね、日常生活の中からなんか取り入れることができるね、ワイングラスの音だったり、なんかおもちゃの音だったりとかね、そういった、水の音だったりとかね、そういったね、音源をね、こう生成してね、できた音源ということでね、非常に面白いユニークな表現ができてる音源かなというふうにも思いました。はい、なかなかこれは凝ってね、また楽しい音楽が作れるんじゃないかなということで、今日紹介させていただきました。ロスト&ファウンド、エイブルトンライブ12をね、まだお持ちでない方はね、これを参考にしていただいて、購入のきっかけになればね、エイブルトンさんも喜ぶんじゃないかなというふうにも思います。そして僕のね、YouTube の視聴回数もアップすれば僕が喜ぶということでね、今日の方はこれでお別れしたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ピース。